こんにちは、クラスオンクラウドの鈴木と申します。えー、今回の映像は、およそ1年前に作らせていただきました、あ同名のタイトルの焼き直し、取り直しになります。よりわかりやすく中高生にも,わも伝わるようにですね、えー、内容を構成しました。えー、内田達先生のブログのエントリーに、学校教育の終わりというものがあります。えー、これを引用しながら、えー 私塾・義塾の時代というテーマで、タイトルでお話を差し上げます。サブタイトルとして若年層の使い捨て受験エリトも例外なしとで。これに打ち勝つために、ノブレス・オブ・リージュを身につけてみんなで豊かになりましょうというものをつけました。まあ、若干ショッキングでもあり、他方で若干ピンとこないところでもあり。 いろいろ思われるかもしれませんが、まずはご覧になっていただきたいと思っています。で、もっと言えば、このクラスオンクラウドも実は義塾なんですよ。で、主に、今来てくれている子たちも受験エリートと呼ばれているような子供たちが多いわけなんですけども、ぜひですね、そういった層を中心に、たくさんの学生の皆さんに見ていただきたいなというように思っています。 でそのまず話を始める前にですね、なんとなくで結構です、ね、問題意識をちょっと投げかけたいなというように思いまして、後ほどお伝えするスライド2枚を冒頭に最初にお伝えしたいと思いました。まず、引きこもりや社会的な行動ということを内田多数先生おっしゃってるわけなんですね。えー、まあ、中断をちょっとご覧いただきたいんですが、 一番と書いてあるところですね。欲望のない子供たちと、あまりにスマートな子供たちが、学校から立ち去ることを、それはむしろ推進することになる。まあ、これはグローバリゼーションのことっていうわけなんですが、引きこもりや不登校の子供たちは別に反社会的なわけではない。むしろ過剰に社会的なのである。現在の教育イデオロギーをあまりに素直に内面化したために、学校教育の無意味さに耐えられなくなっているのである。 だから、ひどい言い方をすれば、今学校に通っている子供たちは、なぜ学校に通うのか、という問いを突き詰めたことのない子供たちなのである。皆が行くから私も行く程度の動機の子供たちだけが、ぼんやり学校に通っているのである。まずこれが一つ目のスライドです。で、もう一つはノブレス・オブリッジュですね。アメリカの学校教育は、まだ日本の学校ほど激しく劣化していない。 何のために学校教育を受けるのかについて、とりあえずエリートたちには自分たちには公共的な使命が託されているというノブレス・オブリージュの感覚はまだ生きているからである。パブリックスクールからオックスフォードやケンブリッジに進学するエリートの少なくとも一部は大英帝国を担うという公的義務の負荷を自分の方に感じている。そういうエリートを育成するために学校が存在している。だが日本の場合、 東大や京大の卒業者の中に、あるいはまあ医学部もそうでしょうね。国立医学部ということです。次第も、うん、当然そうですね。ノブレス・オブ・リージュを自覚している者はほとんどいない。彼らは子供の頃から自分の学習努力の成果を全て独占すべきであると教えられてきた人たちである。公益により、公益より、私利を優先し、国府を資材に転移することに熱心で、 指示のために公務員を利用する者の方が出世するように制度設計されている社会で、公共心の高いエリートが育つはずがないと。まあ、こういう話題です。では、今回の話題、えー、今回の映像ですね。どういう話題から構成されているかと。まずですね、まあこれ学生の皆さんは全然ピンとこないかなと。あるいはむしろ、嫌悪する。嫌悪というか、 嫌い、えー、毛嫌いするという傾向があるかもしれませんが、国家とは何か、あるいは国民国家とは何なんだろうかと。すぐですね、これもこういう話が出てくるんですが、国家というと、もう国なんかどうでもいいんだよ、というように考える学生たくさんいるわけなんですが、そもそも、学校教育、あるいは公的な教育制度っていうのはどういうところから出てきたかと、国民国家の形成をするにあたってですね、絶対に必要な人材育成の基本方針として、 えー、共同体の利益を最優先すべきだという教育を施すべきだという話があったわけなんですが、それが1970年代から2番目ですね、えー、崩壊してきたと。個人の利益のみのために学び,学びましょうというような形に移ってきてしまっていると。で、えー、それが加速する形で進んできたのが3番目のグローバル化人材を育てると。 今流行りですね。で、これが引き金を引く形で国民国家、ネーションステイトが破綻してしまうという話題です。で、そもそも4番目です。グローバル化とは一体何なのかという話ですね。で、5番目。えー、国民国家が破綻してしまえば、経済成長の上策、つまり理想形ということですね。である内需拡大による豊かさの底上げと。 いうシナリオが破綻してしまうんだという話題です。で、6番目最後。もうすでに、えー、崩壊してますが、公教育、あるいは、これは公立ということではなくて、オフィシャルな、あるいはパブリックな公的教育制度、指導要領なんかも含めてですね、が崩壊していると。で、それと対照的な存在としてある私塾、義塾というものが、再興するんじゃないか、明治維新の頃から時を経てと。 え、いう話題で、え、締めくくりたいと思っています。え、そして冒頭で申し上げた通り、実はこのクラスのクラウドも技術なんですよという話を添えさせていただきます。では、前置き長くなり、なりましたが、一、一枚ずつお話し,差し上げたいと思います。国民国家と国家水要の人材と、日本の近代学校教育システムは、 国民形成という国家的プロジェクトの要請に応える形で制度設計された。つまり一番、学校の社会的責務は国家数要の人材を育成すること、国民国家を担うことのできる成熟した市民を作り出すことに存したのであると。サラリーマンになるにしても兵士になるにしても学者や政治家であっても教育の目的はあくまで国家数要の人種の育成である。成否はおいてこの目的そのものは揺るぎないものだったと。 で、この時点ですね、まず気をつけていただきたいことはですね、あの、いわゆるお国のためとか、その、そういう言葉がありますね。自分とはなんかかけ離れた、なんか、かなり上の方でゴニョゴニョやってるようなイメージですね。で、それは国民国家とは言いません。ネーションステートというものじゃないんですね。で、いわゆる国,お国のためという言葉には母弊がありまして、 今捉え直すならば、その、いわゆるシビルサービス、官とパブリック、えー、公というものを分けて考える必要があるだろうと。で、学生の、多くの学生の皆さんが念頭にある、あるいは染みついてしまっているイメージは、シビルサービスの方ですね。官、官業としての国です。なんか官僚が勝手に動かしているようなもの、それが国だと。 そんなものをどうでもいいんだよと。まあ、気持ちはわからないでもありませんが、それはとりあえず必要悪なものとしてあります。で、国民国家というふうに、ネーションステイトというものを語る上で大事なのは、官の方もそうなんですが、もっと大事なパブリックの方ですね。で、ここで言ってるのは、パブリックとは何なんだろうか、という話だとお考えください。そして、そのパブリックの安定性を確保するために必要な、必要悪なものが官僚機構であり、えー、パブリックイコールお国と。 いわれですね。ここで言う国家というように考えるのが妥当ですということです。で、1945年の敗戦でも、学校教育の目的が国民国家の未来の担い手を育てることであるという目的そのものに疑いは挟まれなかったと。戦後生まれの私たちの世代は民主的で平和な日本の担い手たるべく教育された。明治維新以来、1番、学校教育は国民国家を維持存続させるためのものであり、 つまりパブリックっていうものをちゃんと安定した状態で確保するということですね。それにはモラルとか倫理とか、あるいは、えー、もっと実益的なもの、つまり豊かさってことですね。経済的な利益っていうものもそこで確保されると。えー、教育の受益,者受益者がいるとすれば、そういう言葉は使われていなかったが、端的に共同体、それ自身だったのである。つまり、教育を受けた人、 人その人だけではなくてですね、その人を取り巻く周辺の人々はもとより、地域社会そのもの全体が、えー、利益を享受できるようなもの、それが教育のあり、のあるべき姿なんだというふうに考えられてたということですね。えー、つまり学校教育の自益者本人だけでなく、地域社会そのものを底上げするためのものであったのが、当初から意図されていた教育でしたと。 で、あの、分かりやすい例で引き合い出すとですね、いわゆるその優秀な人材というのに二通りおりまして、えー、まず一つ目のタイプは、その人がいることで周りを活かせる人間ですね。一緒になって全体が、あー、いい方向に向かっていくと。いわゆるリーダーシップがあるタイプの学生ですね。あれ、人材です。社会人でもいますね。で、他方でもう一つのタイプ,のタイプは、自分だけのためにしか生きられない。 あるいは周りに下手するとですね、マイナスの効果を及ぼしてしまうような、いわゆる鍵格好付きですが優秀な人材というのがあります。まあ、これは念頭に置いていただきたいですね。わかりやすい例として。では、2枚目に行きたいと思います。ネオリベラリズムの台頭ということです。で、その共同体の利益になるような教育というものがあるべき姿なんだというような暗黙の契約あるいは合意というのが崩れたのが、 1970年代以降だったというんですね。で、この時に何が起きたかというと、アメリカではですね、ニクソンショックが起きます。で、これによってアメリカは貿易赤字が拡大します。で、えー、財政状態が急激に悪化するわけですね。で、実はこのニクソンショックで、えー、生じてしまった、背負ってしまった貿易赤字というのは、今の今まで、えー、引きずっています。この2014年もですね。 で、国内の富が失われた状態で、外需、つまり、えー、もう、国力が疲弊しているので、内部、国内、アメリカ国内で、えー、消費をさせようとしても無理なんですね。なので、もうどうしようもないので、外需を取りに行こうということになったわけです。で、外需を取りに行く場合は、価格競争力が当然大事になっていきます。 じゃあ、価格競争力を確保するためにはどうすればいいかと。もうひたすら競争を煽るしかないんですね。で、その中で、一番優れた製品を低価格で提供する強者が出てきたときに、えー、それ、それに、えー、まあ、言ってしまえばアメリカの国旗をですね、掲げさせて、えー、需要を引っ張ってくると。富を他国,他国から引っ張ってくるとするイデオロギーが、これ、 これをして新由主義というんですが、浸透したと。そしてこれは、今のアメリカでも基本的にはその方針が変わってないです。新由主義のモデルでは、個人が利益最大化行動を取ることが最善であるという過程を置いています。つまり、共同体がどうのとか、どうでもいいと。とにかく、てめえの利益が最大化すれば、みんなハッピーになるんだと。市場原理を過信している考え方ですね。イデオロギーです。 で、まあ、結果的に見れば、これ大失敗だったということが、リーマンショックでわかるわけなんですが、では次行きましょう。歴史的な理由については、えー、まあ、ことをよそまいと。で歴史上、例外的な平和と繁栄である。私たちは、平和と繁栄のコストをいろいろな形で支払うことになったが、学校教育の目的変更もその一つであります。でこの時、学校教育の目的は、 効果水用の人材を育成することから、自分の付加価値を高め、労働市場で高値で売り込み、権力、財価、文化資本の有利な分配に、えー、預かることに切り替えられたと。もうとにかく、個人の利益になればそれでいいんだと、いうふうになってしまったと。もちろん、明治に近代学生が、えー、整備された時から、えー、人々は自己の利益のために教育を受けたと。ほとんどの場合はそれが本音だったが、だが、 えー、まあそれも鍵かかこつきの本音ということですね。そこまで本気でそんなことを考えているわけではなかったということです。えー、己一人の立身出世のために教育を受けるという生々しい本音を口に出すことは自制されたと。あくまで教育の目的は世のため人のためという公共的なレベルに維持されていたのであると。パブリックのレベルでそれが名実ともに機能していたということですね。それが70年代以降変わってしまったと。 人々はついに平然と学校教育を自己の利益を高め、自己利益を増大するための危険機会だと公言するようになったで、この合意が崩れたのが70年代以降と、70年代にアメリカに肉戦損傷が起き、新自由主義を唱えるミルトンフリードマンがアメリカに出てきたわけなんですが、大体それが、庶民層にも日本で浸透するのに10年ぐらいかかり、80年代に、 その空気一色になっていくわけですね。で、皆さんよくご存知の通り、80年代後半からバブルが発生します。バブルの時はみんな好き勝手生きていました。その素地がこの70年代にできてしまったということなんですね。では、3つ目のスライドを行きたいと思います。その後、教育は常に教育を通じてどうやって個人の利益を増大させるかという問いをめぐって論じられました。 教育改革も教育批判もその点では同じでした。その前提そのものが設定の間違いではないかという反応をなす人はいなかったと。もちろん文科省の発令する文章には依然として愛国心やメッシ方向的な言辞が散りばめられていたと。だが、そこで言われる愛国心は、 実際には上位者の命令に従うことしか求められていなかった。メッシー方向までして何をするかというと、グローバルな経済競争に勝ち残ること、つまり金儲けなのである。この時、国民国家はほぼ丸ごと営利企業モデルに縮減されたのである。上司の言うことを黙って聞いて、血尿が出るまで働いて、売上ノルマを達成すること、それが学校教育の事実上の目標に掲げられる時代になってしまったんです。 で、これはひ、まず一つ目のですね、前提そのものが間違いかという反応をなす人はいなかった。これは非常に重要な視点です。非常に重要です。日本人はですね、いわゆる世界観、イデオロギーレベルでの議論が全くできません。で、おそらくはそれは、あその人権意識というものが、どういう形で出てきたかというものを、欧米社会あるいは、えー、中国あたりの、 歴史背景とは全く異なる、あるいはそれをそこまで強烈に必要とされてこなかったからというところの歴史的な議論として、えー、あるんだろうなというふうに思われるんですが、自立した個人の核になるものとしてのイデオロギーというものが認識されてないんですね。なので、なんとなくなびいてしまうと周りに。で、これが主に原因となり、国民国家なり、内需拡大の重要性が認識でき、十分にできてないんじゃないかということになるわけです。 え、まあ、そこから出てくる安直な発想が、じゃあ海外逃亡すりゃいいんじゃないかと、日本はダメだなと、いう、まあ、非常に安易ですね。非常に安易な極端な発想に飛躍してしまう。で、もっと言ってしまえば、リーマンショック以降,以降のですね、表る世界観というのは、脱グローバル化とデ、デグローバリゼーションと呼ばれる動きにですね、大幅に傾き始めてるわけなんですが、そういうものを受け入れることはできないと。あるいは、感知できない。 いうことですね。イデオロギーに飲み込まれてしまっていることに対する自覚がないですから、感知できないということになってしまうわけです。で、二つ目のところは、えー、要するにですね、その、言われた通りのことをやると。でしかもその目的は、金儲け。二重最大化だと。真珠主義的な発想だと。で、市場取引ベースでしか、意思決定ができなく、判断ができなくなっているんだと。 で、国家に支えられている個人という自覚もない。あの、ちょっと説明を端折っているかもしれませんが、えー、結局ですね、市場というのは、うん、国家が初めて、あるいは行政が機能して初めて、市場、マーケットというのはできるんです。なので、国民国家がない前提で、マーケットというのは、あ維持することは維持、あるいは形成することが不可能なんですね。ですが、 なんとなくそう思っていると。国なんかどうでもいいんだと。マーケットなんかそこら辺中にあるじゃないかと。いうように勝手に思い込んでいると。で、中に浮いた、さらにイデオロギーレベルの議論ができないですから、中に浮いた自立した個人、改革をつきですね。なんとなくイメージして、自分は自由なんだと。そんなふうにぼんやりと感じている。全く幻想なんですけど、ね、この辺は。いう話があります。 じゃあ次のスライド行きましょう。えー、短期的な利益の極端な優勢と弱年層を使い捨てと。で、その70年代以降ですね。てめえが良ければそれでいいんだよという市場原理ベースでの仕事の仕方あるいは利益の求め方をした結果どうなったかと。で、それがもし正しいのであれば豊かになっているはずですね。ですがこれ、えー、総務省かな。 か何かからちょっと取ってきたデータなんですが、大卒、あるいは大学院卒、その他の初任給の推移ですね、時系列を見た場合もうこの20年間何の変化もないということが、明々白々なわけですね。つまり大失敗しているということなんです。で、とりあえず能力が高いが、安い賃金と長時間労働を受け入れ、 上司の命令には従順な労働者を量産して、納税者の金儲けを支援させようという発想でやっていると。で、例えばですね、日本のベンチャー企業、日本にもにベンチャー企業と呼ばれるような企業がたくさんあります。で,ですが、アメリカのそれと全然違うのは、そのアメリカのベンチャー企業っていうのは、まずはスケールすると、つまりサービスの利用者を とにかく増やすことを大事にするんですね。そうすることで、じゃあお金を実際に収益を上げようという段階になったときにですね、利用者の規模が大きければ大きいほどその金額も大きくなるわけです。ですが、日本の企業はベンチャー企業あるいは投資先に対してですね、もうとにかくすぐに利益を上げろということを言うわけです。スケールしている暇がないと。成長できないわけです。で、もっと言うと、 じゃあ、ちょっと大きくなったらなったら、じゃあ今度どうなるかというと、子会社化してしまうんですね。ベンチャーじゃないわけですね。単なる下請けとしてしか認識してない。完全に使い捨てです。で、えー、グローバル化による世代間経済格差の加速で、世界的に若年層の所得減と失業率の上昇が加速していると。で、あのー、この事情をよく知らない学生はですね、いや、でも、私、俺、受験エリートだし、 東大行くし、あるいは理を受かるし、関係ねえよという学生がたくさんいるんですが、例外じゃ、例外ないです、これは。それはこのグラフが端的に証明しています、ね、自分さえ良ければそれでいいという発想が、結局のところ何の利益をもたらしていないというのは、このグラフですぐわかると思います。むしろ初任期は低下しているというふうに見るべきでしょうね。まあ、これが現実としてあるわけです。 ここには次世代の共同体を担う成熟した公民を育成するという長期的な国益への配慮はもう見られない。繰り返しますが、ここでいう国益というのはパブリックの利益という、共同体への利益ということです。その集合体として国というものが発生するのみであって、えー、あくまで官僚とか、あるいは制度としての行政に対する配慮ということではないです。 企業の収益が今すぐに増大するような教育的アウトカムばかりが求められています。いわゆる即戦力という言い方ですね。非常に偽善的です。えー、そしてその短期の損得は先にして共同体が瓦解するリスクを犯すなと、とそれを抑制する対抗的なロジックを語る人はもはやメディアにほとんど登場しない。共同体の話なんか全くする人はいないですね。で、えー 一番、近代の学校教育が国民国家内部的な制度である以上、学校教育の衰退が国民国家の衰退と補償を揃えるのは当然のことである。これが、えー、当初の教育のあり方だったわけですから、それが衰退してしまっていると。で、経済のグローバル化に伴って今世界中で国民国家はその解体過程にある。領土があり、官僚組織と常備軍を備え、 その土地と文化に強い貴族意識を持つ国民を生員とする統治システムそのものが終わりつつあります。で、あの、最近売れた本にですね、ヨーロッパで、えー、爆発的に売れた本に、ピケティの、トーマスピケティの20世紀の資本論という本があるんですね。で、この本によれば、えー、このままいくと、 さらに貧富の差を拡大するのみで社会、世界は不安定化するということを予言しているわけですね。で、誰もこれに反論できないと。で、そういうわけで、で、ここから出てきた動きが、まあ、e、EU 内での大規模なデモ、あの、欧州通貨危機器で EU もう無茶苦茶な状態ですから、で、もう一つは、国際協調による法人税課税運動,運動の激化と、いわゆるグローバル企業に対してタックスヘイブ、租税回避しなんかを に、企業の本拠地、本拠地を許すなと。ええー、まあそういう運動が激化しているわけなんですね。で、2番目、グローバル資本主義は人、資本、商品、情報を超高速でクロスボーダーに移動することを要求すると。この要求は不可逆的に更新し続けると。クロスボーダーの運動にとって最大の障壁は国境、ローカルな英国語、ローカルの法律、ローカルな商習慣である。 これらを速やかに排除することをグローバル資本主義は求める。確一的な、統一的なルール。そして、統一的な市場。あるいは、公用語。英語を勉強しないと、グローバル社会では生き残っていけないという言い方がしますね。もちろん、その、カウンター、カウンターというか、 向こうからですね、構成が来たときに、英語で理解する力というのは大事ですが、何もですね、その中に、えー、順応していく。我を忘れて順、英語ばかりを勉強して順応する必要は全くないわけですね。で、3番目、えー、経済のグローバル化を強力に牽引していくのは、アメリカという国家だが、アメリカの国家戦略を実質的にコントロールしているのは、すでに政治家でなく、グローバル企業であると。で、 まず、2番目のグローバル資本主義というのは、資本主義とは違います。で、資本主義というのは、あくまで、その内需拡大がベースで、で、自分の国の投資というのは自、自国で行うと。で、海外からの投資を呼び込むということをしないと。で、海外からの投資を呼び込み、かつ、それが高速で移動するもの、これはグローバル資本主義というやつです。ですが、これ一見聞こえがいいように見えますが、 ギリシャ通貨危機もそうです。あるいは97年の、もうだいぶ昔になりましたね。アジア通貨危機の時もそうです。資本移動が極端に自由化されると、その利益の高によって、あるいは結果、成品によって、状況が悪くなると見るや否や、機関投資家は一気に政府からお金を引き上げていきます。そうするとその国が潰れてしまうんですね。実際に アジア通貨危機の時も東南アジア諸国は潰れてしまいました。財政破綻してしまいました。ギリシャも今そうですね。そういった状態を引き起こすグローバル資本主義というのは、イデオロギーであるグローバル資本主義というのは非常に危険なものでもあります。それと本来のグローバル化を前提としていない内需拡大、あるいは国内での投資のみを良しとする資本主義というのは 全く別物だという話はちょっと念頭に置いていただきたいと思います。で、今一つは、じゃあグローバルからの正体っていうのは何なのかと。これはいわゆるアメリカナイゼーションということですね。アメリカの慣れたやり方。アメリカの国家戦略を飲まされている形になっているのが、このグローバリゼーションなわけです。でもっと言うと、アメリカというのは今のところは派遣国、派遣国、ヘゲモニーとして、 えー、振る舞っているためア、アメリカの要求を飲まないといけないという立場に日本もあるわけなんですが、じゃあ果たしてアメリカの地位はそれはいつまで持つだろうかという話もあります。えー、具体的にはですね、えー、アメリカというのは世界最大の債務国です。借金まみれなんですね。600兆以上はしているはずです。700兆以上かもしれません。えー、そうすると、今規制事実として世界中でドルが 回っていますが何かのきっかけが起きたときに、このドルが基軸通貨としての地位、つまり世界中で流通する通貨としての地位が失われるんじゃないかということを叫ぶ専門家はたくさん出てきました。ですので、この構図自体が今後いきなり崩れる可能性があると。なので、 アメリカのグローバル企業に高く自分を売り込めたとしてもですね、いわゆるグローバル人材として、果たしてそれは、自分にとってメリットがある状態が、いつまで持つんだろうかと。当然、アメリカの基軸通貨の地位としての、アメリカドルのですね、基軸通貨としての地位を失われてしまったら、今度そのドルで調達しているアメリカ国債っていうものも、もう発行できなくなります。あるいは、 それを運用することできなくなりますね。で、えさらにそれを通じて、えー、景気刺激策としているわけなんですが、そうすると企業の方もですね、どんどん追い込まれていくということになるわけです。旗色がどんどん悪くなってくるということですね。えー、国民国家はグローバル資本主義にとって、クロスボーダーな経済活動を妨害するローカルな障壁だが、利用価値がある限りは利用されます。 国家資源は政治家も官僚組織も軍隊もメディアも、そして学校教育ももちろん総動員されます。だから、だから一番、グローバル化の進行過程で国民国家の次世代の成員を育成するといった無音な目的を掲げる、掲げる公教育機関が存続できるはずがない。もう内部矛盾を起こしているということですね。先ほど出ました。だから、 グローバル化に最適化した学校教育というのはもはや学校教育の手をなさないな。ちょっと頭おかしくなってきますよね。歴史的な経緯を見れば正当なものというものがグローバル化に最適するということではないですから。理髪な子であればあるほどそれは感じるはずです。教育に関わる全てのプレイヤーが自己利益の最大化のために 他のプレイヤーを利用したり、出し抜いたり、騙したりすることを当然とするようになればそ、そこで行われるのはもう教育ではないし、少なくとも共同での形成なんてことは全くしてないわけですね。そんな場所は学校でも何でもないと。だが不思議なところ、正直なところ、日本なんかどうなってもいいと思っている人間しか、社会的上昇が途切られないように、今の社会の仕組みそのものが再編しつつ、されつつあるのであると。だからこれは、えー、まあ、ここでは内田達先生はこのようにおっしゃってるんですが、 僕自身は会議的です。果たして、このグローバル化の流れというのが、まあ、このエントリーが記されてから、先ほどのトーマス・ピケティの21世紀の資本論なんかも記されているわけなんですが、一気にですね、世界中の流れが変わってきました。主に庶民層。あれ、エリート層のところでもかなり割合変わってきましたね。脱グローバル化。脱グローバル資本主義ということですね。 そうであれば、ええー、まあ、国民国家の、国家の解体というところから、世界中の。国々が歯止めを、えー、撤退しようとしている、あるいは歯止めをかけようとしているということが言えるわけです。だから、誠に絶望的なところ、ことを申し上げなきゃ、まだ、ないんだが。今の日本では学校教育を再生するために打つではないのである。まあ、この、ね、日本という国はですね、この世界、特に。E. U. やアメリカの。 流れというのをタイムラグを通じて丸飲みする傾向がありますから今の時点で脱グローバル化とあるいはその国民国家としての体裁を立て直そうという動きに対して鈍感ですなのでタイムラグを持っていることを考えるならば今の日本の学校教育の状態っていうのがあまりよろしくないと見通しは悪いなとしばらくは考えるのが筋でしょう そうであれば、ここに書かれていることは一理あるということもできると思います。で、先ほど出てきたスライドです。一番初めにですね。引きこもりは社会的な行動なんだと。あまりにスマート,スマートであるために学校に通っていく付加価値を高めるような遠回りをかったるいと思う子どもたちにも利益誘導は無効であると。いちいちそんな 学校の、学校で別に、勉強して点数を取って、で、はい、よかったねで褒めて、で、何か人参ぶら下げるようなことをやってもですね、意味がないということを言ってるわけです。で、そんなことをやるんだったならば、自分たちの手でお金を掴む手段を磨き、そして実際に行動するだろうと。で、それが趣旨、それが趣旨である学校教育が今の標準であるならば、 そんなことをやる必要はないわけですね。学校に行く必要なんか。自分の才能が、の方がよほど頼りになりますから。で、他方で、その、金儲けに全く興味がない優秀な学生たちもたくさんいます。で、そういった欲望のない子供たちと、今言ったような金儲けに、えー、しか頭がない学生というのは、あるいは、その、それを行うための、金儲けをするための才能がある子供たちが学校から立ち去ることを、 今の、このグローバル人材を育てる、いわゆる、教育あるいは、崩壊してしまっている学校教育制度の中で、えー、学校から立ち去ることっていうのを、むしろ推進してるんだ、ということを言ってるわけですね。引きこもりや不登校の子供たちは別に反社会的なわけではない。むしろ過剰に社会的なのである。学校教育制度という社会的なものが、 そういう方向に動くんであれば、それを拒絶したいと思うのが筋ですね。本来の学校教育制度から大幅に乖離したところ、むしろ、えー、ある種の自殺行為に近い教育制度が今敷かれようとしているわけですから、国民国家という観点,観点から言えば。現在の教育イデオロギーはあまりに素直に内面化したために学校教育の無意味さに耐えられなくなっているのである。まあ当然でしょう。ということはですよ、 今、その学校に通っている子供たちは、じゃあ、なんでそもそも自分たちは学校に通っているんだろうか、ということを、ちゃんと考えたことない子供たちなんだ、ということを、うちで先生はおっしゃってるわけです。みんなが行くから、私も行こうかな、と。これは塾も同じですね。で、これは保護者もそうです。府県もそうですね。なんかおかしな話ですが、じゃあ、その中学受験をして、同じ学校に通うわけですね。 で、どこどこのがく、えー、学生さんがあ、どこどこの塾に行ってるから、じゃあうちも行きましょうと。それは何の根拠もないわけですね。まさにみんなが行くから私も行くだけです。なんとなくそこにレールの上を維持していたいと。自問自答なんかかけらもしてないわけです。みんなが行くから私も行く程度の動機の子供たちがぼんやりと学校に通ってるだけなんですと。 考えてるふりをしているだけで、ポーズを取っているだけで、実は何も考えてないんじゃないか、ということを内田先生はおっしゃっているわけです。アメリカの学校教育は、まだ日本の学校教育ほど著しく劣化していない、そのグローバル人材になるための教育を学校でやりましょうというような、あるいはそうであるがゆえに国民国家としてのその礎を破綻させるような教育なんか提供していないということなんですね。何のために学校教育を受けるのか、 についてとりあえずエリートたちには自分たちには公共的な使命が託されているというノブレス・オブ・リージュの感覚はまだ生きているからであるパブリックスクールからオックスフォードやケンブリッジに進学するエリートの少なくとも一部は受験エリートではないです受験エリートはエリートではないです、えー、大英帝国を担うという公的義務の負荷を自分たちの方に感じているそういうエリートを育成するために学校が存在しているんです だが日本の場合、東大、京大の卒業者の中に、ノブレス・オブ・リージュを自覚している者はほとんどいない。たくさんいますね。で、東大生の中でも、なんで東大、東大だから、えー、国のためにはか働かなきゃいけないんだと、言ってるような東大生、も山のようにいますね。えー、それが意味していることは、このノブレス・オブ・リージュの、え不在あるいは、国民国家とは何なのかと。で、それが実益をもたらすということを、 自覚できていない、理解できていないという少佐でもあるわけです。彼らは子供の頃から自分の学習動力の成果は全て独占すべきであると教えられてきた人たちでもうこの時点で悲劇を生み出しているということは今の話の流れでわかると思われます。公益より知り,知りを優先し、国益を資材に転移することに熱心で、 指示のために公務員を利用するという、し,すしようとする者の方が出世するように制度設計されている社会で、公共心の高いエリートが育つはずがないと。もう何もわかってないということなわけですね。じゃあ絶望的な状態なんじゃないかというように考えるのが、まあ普通の学生さんだと思います。もう一つだけ救いがあると。 まあそういう状況の中にも悲惨なわけですね。公教育制度が崩壊していると。あるいは、東大、京大ですら、そういう状態だったらば、もうおしまいだというように思う学生はたくさんいると思います。ですが、救いがあると。それは崩壊しているのが公教育だということだ。ただし、この公教育というのは繰り返しますが公立学、公立の学校とか私立の学校とかということではないです。公的な、ュラな指導要領。 に乗った制度そのものだと認識するべきですね。国民国家が解体する過程で、公教育は解体する。だが、私塾はそうではない。もともと私塾は公教育以前から、つまり国民国家以前から存在していた。解徳道や敵塾や消化村塾が近代、日本で最も成功した教育機関であることに異議を唱える人はいないでしょう。とまあ、いないでしょうね。 これらはいずれも公子化が未然にを切って創建した教育機関であると。このような私塾は、それぞれ固有の教育目的を掲げていたと。あれオリジナルの慶営義塾もそうですね、今のではないです。国家数用の人材というような生半可な言葉ではなく、もっと漠然と、世のため、人のために生きることのできる公共性の高い人種を育てようとしたと。 もうちょっと具体的なものだったと。プラグマティックなものだったということが言われているわけですね。それがまたみやが蘇るだろうと私は思っていると。隣人の顔が見え、体温が感じられるようなささやかな規模の共同体は経済のグローバル化が進行しようと、国民国家が解体しようと簡単には消え失せないと。とそのような小さな共同体に軸足を置き、根を下ろし、 その共同体制員の再生産に目的を限定するような教育機関に生き延びるチャンスがあると。私はそう考えていると。まあ、これはあの、最後、内田達郎先生の願いが込められているわけですが、その、私どもが提供させていただいております、このビデオ会議での少人数指導、クラスオンクラウドも、まさにこの技術と、特に消化村塾と、非常に似た共通点を持っています。 まず少人数制であるということです。で、質問は原則24時間体制で受けるということですね。もちろん寝てる間はね、無理なわけなんですけども。そして、コミュニケーション重視だと。非常にフラットな目線で生徒と学生、指導者は、えコミュニケーションを取ります。実学重視であると。非常の空論やりませんよ、ということなんだわけですね。この、これもまた大事です。 実際に世のため人のために生きるっていうのことがどういうことなのか、どういう行動を取れば、あれどういうものの見方をすれば実態に反映させることができるのか。これは空理空論では無理です。あくまで世の中で今起きていることに対して十分な観察力を磨かなきゃいけない。で、その経験を通じてさらに洞察するということが大事ですね。えー、そして、えー、まあ、当時の バグマツキーの義塾っていうのは全国に散在していたわけなんですが、それよりもこのクラソンクラウドが優れている点というのは、全国に散在している学生をつなぐことができるということですね。なので、もっと強力で、もっと優れたものを提供できる可能性を大いに秘めているということです。えー、まあ現在のところ、奈良、神戸女学院、改正そのあたりの学生をつな募っているところなんですが、 地方に散在する優秀な学生の皆さんもたくさんいることは僕も存じております。まあもちろんすべての学生さんに検討していただきたいんですが、今回はとりあえず時代背景も踏まえながら、このクラスオンクラウドがどういう理念でやっているのかと、そういうものをお伝えしたいと思いました。 今回の映像は、内田達るブログ、学校教育の終わりというエントリーから引用しつつ、私塾義塾の時代というテーマでお伝えさし上げました。クラスオンクラウドの鈴木でした。